ニッピシング湖はカナダのオンタリオ州にある湖。総面積873.3平方キロ、海抜196メートルでオタワ川とジョージア湾の間に位置する。五大湖以外では州内で5番目に大きな湖である。大きさの割に比較的浅く、平均水深は4.5メートルしかない。このため、入り組んだ海岸線に沿って多くの砂州が形成されている。 当初も多い。湖に臨む最大の都市は北東のノースベイである。そこから高速11号を南へ行ったカレンダーも有名な町。さらに西端に向かってサージェオンフォールズ、ガーデンビレッジ、カッシュベイ、ラビーンと続く。南部からヒューロン湖のジョージア湾へフレンチ川が流出している。湖はアルゴンキン州立公園の北西、およそ 25km に位置する。 1610年、フランス人の毛皮賞、エテンヌ・ブリューレがヨーロッパ人として初めて訪れた。同じくフランスの毛皮賞で探検家でもあった、ジャンニーコレは、百社協会の代理人及びインディアンの通訳になるためケベックにとって開始1633年までの8年、内し9年間、湖畔でインディアンと生活を共にした。 最初の永住入植地は1874年頃、現在のスタージオンフォールズ付近にハドソン湾会社の公益所と共に建設された。1882年にはノースウェストキバ警察が北東岸におけるプレゼンスを確立した。湖には40種以上の魚が生息する。数多くの釣り小屋が湖岸や一部の島に設けられている。ウォールアイやコクチバス、 マスキーパイク、ノーザンパイクが主な獲物である。養殖組合は主に社会的な理由から湖のウォールアイコ体数の管理に取り組んでいる。湖の名はアルゴンキン語で大きな水を意味する。この一帯にはニピシング軍区やニピシング地区、ニピシング大学などその名を冠した地名が多く見られる。毛川公益の時代には 先導がまたは側とフレンチ側からカヌーでこの湖にやってきた。毛川交易が1880年代に衰え始めると経済活動の中心は林業へ移った。第一次世界大戦後は観光業が主要な経済活動として台頭したが林業も依然地元経済に大きく貢献している。オンタリオ州の湖としては珍しくニピシング湖は マニトゥー島とカレンダー湾に火山島を有する。これは湖が中世代の1億7500万年前に形成されたオタワボンネッチャー地高台の上に位置するためである。ありがとうございます。